はい今回はですねバックスイングなぜ難しいかというお話をしたいと思います僕はですね後ろに鏡があるところでですね素振りをするのが大好きですえなぜかというとちゃんとショルダーラインも意識できるバックスイングの上げるルートが確認できるからなんですねなので今ここには後ろに鏡があるわけですけれども上げた時に自分の上がってるルートを確認しながらできるので 明確に今上げているルートが適切かどうか自分がやろうとしている動きかどうかというのが分かるわけですただどうしてもアウトドアの練習場に行くとバックスイングなかなかチェックできませんよね練習場であるので打席選んでも正面に鏡があるので体全体の動きというのは確認できるんですけれどもバックスイングの動きってなかなか確認しにくいわけじゃないですかでまた私も後ろでこうやって見ながらあここだなと思って上げて全然違和感ないんですよでも下向くとおなんか 自分がイメージしたところにヘッドがないみたいなことってありえるわけですよね。で、その時にサポートになるのがこの棒です。今ここに置いているのがこれ、アライメントターゲットラインに対してまっすぐ立てるようにアライメントを置きました。で、また後ろに棒を置きました。ターゲットライン上にでこのターゲットライン上にクラブヘッドが消えていくイメージまっすぐ上がっていくというイメージを持つと大体ショルダーライン上に上がってきます。 よくバックスイング3 0ンチまっすぐ上げるというイメージありますよね、プロが言う。それってこれに限りなく近い感じ。いきますね、さっと上げるときにここ、ちょうどフィーリング的には自分の目から見たときにクラブヘッド、そしてこのターゲットラインの棒が重なっているというフィーリングです。でそこに上げていって、まあ、ここからは見えないですよ、このある一定のところまで見えてますけど、そこからは見えないですけど、そこに上げていくと、 だいたい後ろから見たときにショルダーライン上にクラブヘッドが上がってるのだいたい分かりますよねこのようにやっていただけると自分が正面を見てるときにクラブヘッドがどのアングルに消えていくかっていうのが分かるとそれが結果として後ろから見たときにショルダーライン上に上がっている、まあ、適切なところに上がってるというフィーリングが分かってくると思います基本的にはですねバックスイングのチェックって映像だったり鏡でチェックする方がまあ分かりやすいんですよ ただそれがない場合このようにターゲットライン上に線を引きながらクラブヘッドがどの方向に消えていくのかっていうのをやっていただけるとい,ろいろなこととに気づけると思いますで結構一般的にいるのはこのターゲットライン上にクラブヘッドが消えてくるとうわこれって結構アウトサイドに上がってるんじゃないって感じる方がたくさんいると思いますね。それはなぜかというとですねアマチュアゴルファーの方だとフェード系のプレイヤーが多いからですね。 なのでそういう方ほどインサイド方向に上げていきながらアウトサイドとから降りるという癖を持ってしまっているのでクラブがまっすぐ上がるということがかなりアウトに感じるという風うになっていますなので大体この辺に上がってくると一般的にとまっすぐいい上げ方になっているよというのを気づくためにはこのような練習をやっていただければいいと思いますぜひお試しくださいいつもご視聴ありがとうございますチャンネル登録、いいね コメントもよろしくお願いします絶対にうまくなるぞ